こんにちは。辰巳流市原支部の面々です、これから見ていただきますのは辰巳流。これは戦国時代約500年前ぐらいから辰巳三経という人が編み出した剣術と居合になります。で、居合と剣術が主であります。で、最初に見ていただくのが居合になります。で、看板にありますように千葉県より、加藤博史宗家は無形文化財の指定、千葉県の無形文化財の指定を受けております。そして、今年の春おめでたいこともありまして、我々の22代宗家加藤博史はこの春の叙勲で、旭日総功章をいただきました。で、今日見ていただく技は辰巳流総合武道でありまして、いろいろなことをこれから見ていただきますも、ごく一部というような形で、一番初めに居合、正座になっているものを居組、立っているものを立ち合いというような形で、居合を見ていただきます。居合は8本あります。はい、これの二流は非常によくできておりまして、全ての技は向こうというこの線、そして丸いという線の線という技がありまして、この向こうと丸い、これに全てが集約されております。1本目は向こうです。2本目、丸い。見ていただくとお分かりのように、正座のものとそれから立ち合いの技を見ていただいてますけれども、立ち合いの真ん中の女性は基本型の女の形の演武、そして、右の立っている男性のは歯の形、そしてあと球という形があるんですけども、今日は球はやりません。3本目五の向こう。これは後ろの向け、後ろから襲われた時に受けて切り下ろす。この技は五の向こうと言います。4本目五の丸い。これは後ろの敵に対して攻撃する技です。5本目、前後。これは前後の敵に対して切りつけて後ろの敵も切り落とす。女の形と歯の形は女は基本型、
歯の形は実践型、そしてもう一つ球の型がありますが、これは応用型というふうにやって、切り落とす速さとかそういうようなものは若干違います。6本目、左、これは左の敵が立っていた一方で受けて切り落とす。7本目、右、8本目、四方、四方という技は明治の警視庁流とか、それから現代居合とか、そういうような各流派の採用をされています。以上8本が居合になります。続きまして、居合と同時に、剣術を見ていただきます。この剣術も居合と一緒で、居合の技が随所に見られる。そして基本型である向こう丸いがいろいろな面で活用されております。剣術も同じように、1本目は向こう、2本目は丸いというふうになっております。やいやいやいや、上から攻撃に対して向こうで受けて切り返すという向こうの技です。続きまして丸い、3本目、前じゃ、はい、これはすり上げという技です。4本目、針、
巻き落とし。この技も明治になって警視庁流の中では巻き落としという技で採用されています。大事今の一番初めに挙げました、すり上げになりますけれども、先ほどは左からのすり上げ、今回は右からのすり上げ、うん、ずっと持ってたんです。立ち上げた10年ぐらい。この剣術の棒の技は5本組まれております。刀が折れた、脇差しが折れてしまったとか、刀がなくなったときに、近くの棒でも戦うということを目指しております。ですからこれは六尺の棒になりますけども、その他半棒といって四尺にする、普通でいう上といういますけども、我々の場合は反棒という技で学んでおります。剣術の技を磨いていれば棒に対しても対処できるということになります。先ほどと同じように剣術につきましても、すべて間合いをしっかり見据えて、刀で避けなければ頭に当たった怪我をするという状況になっています。ではね、いきなりグッときちゃう。棒の立ちとの技です。続きまして、一部ですけれども、なぎなたを見ていただきます。そして続きまして、抵当という形での、昔武士は刀
なかなか抜かなかったわけですけども、刀を抜かず鞘のまんまでいかに抜きつけられたが対処するかという抵当という技も続けて見ていただきます。できたんですか。前はね、寝ついてThank you.
から、最後になりますが、皆さんあんまり見られたことはないと思うので、試し切り真剣による藁そして竹これをこれから切ります。あまり、辰巳流ではその人前であまりこういう試し切りということは あくまでも稽古のうちの中でやるというふうになっておりますが、せっかくのこういう機会で、辰巳流切れる居合剣術そして、いろいろなことに対して真剣での間合いとかそれから真剣がいかに切れるかということで、皆さんに見ていただきたいと思います。
以上をもちまして、辰巳流市原支部、試し入りで本日の演舞は終了させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。千葉県無形文化財指定を受けていらっしゃいます辰巳流市原支部の皆様でございました。素晴らしい演舞を拝見いたしました。ありがとうございました。